県民チャンネル。はい、どうも、県民です。よろしくお願いします。OK、切な運曲無事達成できました。ありがとうございました。これも皆様の参加あって、一緒に回ってくれたおかげで、無事切な運曲達成しました。本当に感謝いたします。ありがとうございました。で、気になる切なカウンター。これをね、見ていきましょう。気になる総集回数、遭遇数、いくら回ったら、切な運曲になるのかというところをね、ちょっと見ていこうかなと思います。まずね、はじめに見ていく項目はこちらですね。はい。総集回数でございます。総集回数は1745。運曲までにだいたい2000周必要とされてるんですが、それよりは早く達成できたんじゃないかなと思います。まあ結構司法働かないとかね、そういうこともありますが、私は結構働いてた方じゃないかな。まあ極力司法クラスを取って、まあ最初のアップデ前のね、75で結構回ってたっていうのもあるんですが、まあ最後の方はちょっと司法外したりとかね、その反動が結構来てたかなと思うんですけど、まあいつもよりは総集回少なめで、曲達成することができました。ありがとうございました。で、続いてがですかね、はい、こちら、刹那の最大ハマり数。こちらがですね、183回。人気の20回を183回、最大でハマりました。で、続いて見ていきましょう。はい、遭遇数ですね。遭遇数はなんと67回。で、このうちの4回負けてます。そうです。まあ、マルチ募集して、まあ、ちょっと意思の疎通が取れなくて、負けちゃったりとか。ちょっとね、配置が悪くて、まあ、同士処理をね、返して、負けちゃったりとか。そういったこともあって、実際の勝った数は、63です。で、この後出てくるのが、はい、勝敗ですね。この勝敗っていうのが、近畿の20回で勝った数、負けた数。この勝敗で遭遇数を当ててあげると、はい、遭遇率というのが出てきます。遭遇率は 3.957 です。で、結構ね、統計で取られてる方で、だいたい 4% くらいだねっていうね、お話を聞いてたんで、まあ、実際のその数に近づいたんではないかなと思います。ただですよ、この総集回数なんですが、この何でカウントしてるんですかっていう結構ね、問い合わせをいただいておりまして、はい、これがですね、使用回数で見てました、私。はい、使用回数の今見えてるメタトロンの使用回数、これが1690なんですね。で、この数に55を足してあげると、総集回数が出てきます。ただですよ。ただなんですけど、刹那戦、刹那戦も一回カウントするんですよ。なので、この遭遇数を引いてあげる。報酬回数1745引く67。はい。これで実際の近畿の20回った数が出てきます。この値を入れてあげましょう。そうするとですね、1678、実際の20回った数がやっぱり減ってきます。そうなると遭遇率が上がります。実際の遭遇率は 4.121% でした。というわけで今回は刹那カウンターいくら周回したら運曲になるのかと、あと実際の遭遇率、こんな感じでした。皆さんぜひ参考にしていってください。以上、県民でした。ケンキーちゃん、高評価、チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるつ。おすすめ動画もぜひ見てってくれ。